ザゲームス。あれ、みんなミュートしてる？いや、してないよ。お前が紹介してくれるんかと思ったらずっと待っとって。全然タイトルコールせえへん。そう、ちゃんとそう、全然なんか。なんか、要は、なんて言ってた予定などちゃうことです。全然、うん。じゃあ、始まりました。オールナイトサーゲームズです。おーいっす。メンバー紹介させていただきますね。はい、私がサハです。じゃあまずはゲスト1、ジャス。どうもこんばんは。今日もこの時間やってまいりました、ジャスティンです。今日もおっちゃうけどな、初めてやけどな。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、次寺田。まあな、今日みんな楽しんで、いや始まりましたね。あのラジオっていうのは確か7秒か8秒ぐらい無言やったらこれ放送事故になるからなりますから。いや、よしてんな。そういうことがいかに会話をつなぐことが大事。そういうこと。それが、それでラジオってなりだってるから、うん、頑張っていきましょう。そう、あの、無言を作らないように。俺な、世界記録作ろうと思ってんね。おぉ。いきなり、どでかいことぶっ込んできたな。そう。すごいな。えらいことぶっ込んできた。そう、ギネス飲んで。俺2年後には多分ギネス乗ってんで。そんな早く。そう。何のギネスか。何乳首の毛。何やねん、気持ち悪い。今ギネスが 12.9 センチやね。ウィリアムズ、ウィリアム、ウィリアムズさんの 12.9 センチ。これで失踪した12は減ったの。12.9 センチやね。俺今、2ヶ月で1センチ。だから、2ヶ月で1センチ。2年ぐらい放置してたら 12.9 センチ届くんちゃうんか思って。いやいやいや。いや、無理や。ほんとお前、だって、じゃあ単純考えてさ、うん、19年生きてて1センチやろ。そうですね。いや、まあ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 。俺ちぎってるからな。あ、長くなったな、思ったらちぎってんねん、ちんげちゃうわ。ちぎる、あ、切ってやん。ちくげ、ちくげ。え、素手で、素手で。ピッて引っこ抜けん。長くなったら。あー。けど、なるほどな。うん。それ、だいたい2ヶ月前にやって。今1センチぐらいか、今は。そう、1センチ。いや、それより長くなったこともあんねや、じゃあ。ある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 。1.5 ぐらいの時もあったわ。変わらんな。いや、それって限度あるんじゃないん？そこら辺の。いや、俺、それはないと思うわ。このウィリアムズさんもな、25歳やけど、ずっと伸ばしてて 12.9 やからな。25歳で 12.9 やから。っていうことは、ウィリアムズさんも多分伸ばしていったら、多分。そうそう、伸ばしていって 12.9 や。更新され、更新、いや、そっからまた更新されていくんじゃない、ウィリアムズさんも。もう、きっと。いや、まだ切ってへんやろ、その。あー、切ってないかもしらんな。いや、そうなんだ。あー、じゃあかも。けど、ウィリアムズさんは25歳で気づいて 12.9 やからな。俺は今、19歳で気づいて、まだ1センチやから。それどっちが切るかの対決やん。6年差あるからな。この6年めっちゃでかいで。でも結構、林っぱなしってきついもんな。いや、そうや。ちょっと、周りの目にさ、プールとかで。で、絶対切りたくなるから、そこを、うん、耐え抜くかやんな。ブラつけようか。1本だけやろ、その人の毛。でもなあ、気持ち悪い。ブラつけたら1本だけやからさ、うん、1本だけやからさ、まあ、遠くから見てのさ、プールで、うん、ずっと来たところさ、パッて下がるのに、え、めっちゃ中の毛やな。いや、なんか、いや、お前、あ、髪の毛抜けたんがついてんのかなみたいな。引っこ抜けられたら終わりやな、それ。なんかそう、なんか落ちてる、なんか繋がってんなみたいな。ちょいちょい。その瞬間ほんまに数年かけてきたもんが必死でくる。ギネス記録の夢ももう途絶える。どう、もうその夢と、もう多分もうエグいやろ。多分エグいな。怒り来るかもしらへんわ。乳首の毛抜かれたら、うん、無邪気行動が、無邪気にこう抜いてな。世界初やと思うわ、乳首の毛抜いて、ほこんのは。
多分世界初やと思うな。俺世界一やな、それやったら。じゃあもう言い切ってるやん、すごいな、お前。やろう。あ、もう、あれ、あの、地球のギネス記録更新する前に、世界一取った、うん。あ、そう。乳首の毛抜かれて怒るって。抜かれて怒るので。怒る回数か、回数怒る回数か。怒る回数怒る回数。そんな抜かれる。そうそうそう。全部生やすから。そんな抜かれる。今10本ぐらい生えてんねん。え？ん？あ、そういうこと？そうそう。周りに10本ぐらい生えてんねんやけど、一番長いのが1センチやねん、今。なるほどね。うん。うん。まだ。他は、うん。え、何センチぐらい？他は、0.5 センチ。ああ、ぐらいが、まあ、5ミリ、5ミリぐらいかな。想像してるだけでなんか怖いわ。本9本ぐらい、0.5 ミリなんか入ってんよ。うん。そう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 。だから全部。9回チャンスあんねんな、俺。全部、10センチぐらい伸びたらめっちゃおもろいな。いやもう。ピリって、胸毛とはまた別なんか。そうそう、胸毛俺履いてないね。なぜか乳首だけめっちゃ履いてんね。でもやっぱそれって人間の作り的にはそうじゃない。なんか大事なとこ守るため毛が生えるから。ああ。なるほどな。近いな。そういうこともあるか。俺は生えてないけど。生えてない。まあ生えてない。ああ。まあ生えたら、の、世界記録挑戦したらいいやん。いや、いや、いいわ。12.9 センチ。長いなぁ。長い。長くなりそうやなぁ。多分忘れてて、ほんまに。口忘れてる。知らん間に体洗ってたら抜けてるかもしれへんから。あれ、あれ、乳首どこ行った？どこ行ったんやろ。あ、お前乳輪ごと引っこ抜かれてるやん。ただ話で全部通過してるの。今日この話で。で、今日何作りの毛の話。あ、ちゃうちゃうちゃう、本題払わなかった。この前俺が出した。あ、本題じゃなかったわ。前座これ。うん、前座前座。こっからよ、本題こっからよ。前出したツイッターで募集かけたやん。あれな、はいはいはい、書いてました。なんか、不満箱みたいな。今の画像出てるな。そうそう、コメント来てんよ。結構コメント来てんよ。え、嘘やろ？それ読んでいくな。まず一人目、寺田。いや、友達やねん。あの、ほんまに。ええ、やんな。ライブの出会ったんバレバレやないかよ。恥ずかしい、恥ずかしい。APEX やってくださいっていうやつだ。おお、もう読まんでええね。俺パソコン持ってないね。読まんでええね。俺パソコン持ってないね、寺田。プレステもないもんな。うん、プレステもないね。なんもないね。ええのかな。うん。Wi-Fi って何？ Wi-Fi 今、どこも使ってない。うん、なんも使ってない。うん。使って、何も使えてない。何も使えてないね。寺田、わかる？いや、エイペックスできひんねん、俺。じゃあ、しゃないな。うん。いったらしゃないな。うん。エイペックスできひんねん。誰がこんな送ったやつ。めっちゃ言われてるやん。寺田っていうやつ。誰やねん、この寺田っていうやつ。サファーチャンネル抜けようか。うそやって、寺田。今すぐラジオ。抜けちゃうか、このラジオ。まあまあまあ、じゃあ。あ、これ一つ目ね。これ一つ目。で、二つ目。フォートナイトをしてくださいっていうやつだ。じゃあ、やれくださいや。なんか命令系入ってんねん、なんか。命令系入ってんねん。フォートナイトをやれくださいって書いてあんねんな。ください。うん。まあ、これも友達やねん。知ってる人やからな。知ってる人やねん。友達なん、それ。友達って言ってへん。ああ、もう友達よ。サハゲームズの仲間よ。言いましたよ、友達って今。友達って大丈夫、大丈夫。見てない、見てない。いけるいける。まあ、見てないか。確かに見てない、うん、そう。で、こっからよ。なるほど。もうないね。え、ないんかい？ない。ないんかい？コメントこの2個だけよ。ミュージで終わったやんけ。あれから、あれ、何日前やっけ？あれ出したの。
4日か5日前、日曜日ぐらいに出したんじゃん。うん、それぐらい、同日ぐらい。おう。じゃあ、4日、4日ぐらいか。おう。で、うん。2通。まあ、そのうち2通とも身内。うん。だけ。終わりもんや。もう、リスナーからの支持率ゼロやん。いいねは12個来てんねん。なぜの、いいね、なぜか、なぜかいいね10人来てね。コメントしろよ。いいするんやったらコメントしろや。同じこと言うてるやん。ラジオでバリ喧嘩っていくやん。そうですよ、そうですよ。いや、どうせ見てないって。いや、わかんねえ。いや、見てたらこれ、うん。見てたら見てたで、これ聞いてコメントして。そうだ、これでも投稿しよう。そういうことで。ああ、こういうのも、こっからでも、まあ、引き続き、うん、はい、何事のやつ、そう、継続するんで、うん。あ、どう？どう？そうやな。書いてください。まあ、新しく作るわ、また。消してもうたし。あ、じゃあまた新しく作るの。うん。もう一回募集するわ。はい。はい、次、ジャスの、ジャスの悩み相談。どうぞ。ジャスの話。個人的に。個人的な話だ。悩みなんてマジないねんけど。まあ、ジャスは悩みのないっていう平和的な人やな。そういうことないか。じゃあ、寺田やな、次。俺っすか？うん。俺ねー。俺ー。あ、まあ、ちょっと結構やれないですよ。なんか、うん。肌が敏感で。おう、まあ、結構なんか、痒なったりするんですよ。うん。ちょっとま、薬とか塗ってたら結構マシなんですけど。うん。これどうしたらいいですかね。あ、そういう感じ。あ、なるほどね。あ、それに対して俺が答え出すと。あ、そうそうそう、リーダーに。あ、オッケーオッケー。オッケーオッケー。競争に。鼻が痒いと。鼻が敏感。肌。肌。肌か。肌やったら、首あ、首肌やろ、肌。いや、首やったらあれやろ。マフラーとかしたらいいんじゃん。逆やろ。え？マフラーもうお前、毛糸とかやったらもう、余計かゆくなるやろ。チクチクするから、チクチク。チクチクするからもう。あー、なるほどな。あー、うん、なるほど。もう。じゃあ、あれじゃ、書くだけ書いて。はいはい。書くだけ書いたら、うん、なれるやろ。あ、なれ。うん、もう書くの飽きるやろ。あー。飽きるやろ。うん。もう書きまくる。好奇心で書いたらいいね。書きまくったらええね。うん。書くの飽きるやろ。あ、そうか。うん。全然書きたい、ね、好奇心で書いてあるじゃないですよね。なんか、まあ、そうか。飽きてくるんだ。そうそう、飽きてくる。もう自然と飽きてくるね。うん。なるほどね。そういうことよ。なるほど。うん、ありがとうございました。あ、いいよいいよ。じゃあ、さあ、悩み相談ね。いや、だから俺、初めに言ったやん。世界記録狙うっていう。あ、悩みそれ。悩みじゃないあれ。目標やもん、それ。目標っていうか、もう夢。あ、夢。あ、それか、悩み。サハの悩み。サハの悩みな。乾燥派だよね。おぉ、かぶっとんな。かっ、引っ張られとるやん、俺。かっこ、右薬指限定な。薬指？うん、右薬指限定。うん、そこだけ乾燥派だよ、ね。謎に。そこだけ一色手術した。ここだけ、うん、そうそうそう。ここだけな。パックリ割れがひどいね。めっちゃ。なるほどね。そう。他の人の肌使ってるやつ。え？ここだけ多分ちゃうんかな。ここ、あ、多分ちゃう。ここだ、あ、まあ。のここだけちょっとちゃうと思うな。パックリ割れが。うん。そう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 。これどうしたらいいんやろうな。まあ今日病院行ってきてんやけど。どう？あ、病院。うん。けど、寺田の方が、うん。寺田とジャスの方が、まあいい答えを出してくれると思うんで。ジャスさん、どう思います？これ聞いて。ちょっと待ってな、なんか、あんまりちょっとテレビ見てる話聞いてなかった。
何を、おい、ラジオやぞ、これ。テレビはあかんねん。ラジオにテレビはあかんねん。大体ラジオってあれやけどな、あの、同じスタジオで、あの、みんなに会ってやる前やけど、ね、なんかもう。今、あの、みんな電話してます、ちなみにこれ、聞いてる人。あの、みんな電話してます。そう、あの、みんなそれぞれ違うとこいます。違うとこにいるんですよ。いや、もう、会話ができてないんです。音質聞いたらわかるけどな、これ。バラバラのとこいるだけなんで。うん、そうそうそう。そういう。全部言うたな、お前。ずっと赤やろ、お前。なんて言うた。ほんまに、なんて言うた。カットせよ、ピー入れとけよ、大丈夫、寺田のところミュートしてるから大丈夫。どこがラジオやねん。俺あの、ピー入れるの。いや、じゃあ寺田が喋ってるところ全部ピー。だ初めからピーやねん。あれ、うるさいな、それ。もうラジオとして成立しへん。なんか指がカサカサするみたいな話。なんか指が、なんかあの、ミリクス指だけで、乾燥だらしい。で、パックリ割りで、そう、そのミリックスルービー限定で感想肌らしい。俺、話してるとき、ジャス、うん、うん、言うてなかった。え、言ってたけど、あいづち。うわ。だから、ところどころ聞いとったわけ。いや、ところどころ聞いてて。で、まあ、そういうちょっと悩みを、人、まあ、いるかもしれないですけど、まあ、いると思うんですよ。やっぱ感想肌とか、寺田が言ってた、その体が荒れるとか。あそういうのは、もう勝手にしといたらなると思います。知らないです。知らないです、僕は。そんなん勝手に直しておけやん。はい。もう、一気に流されてるよ。まあ、流されたな。そんなん、素人の俺に聞いてくんねん。逆に入れやん。話聞いてないのに、急に切れられてな。いや、悩み一つ僕もあるんですけど、いいですか？あるん。ああ、どうぞ。あります。はいはい。まあ、さっき、寺田が、ピーって流れてると思うけど、まあ、さっき寺田が場所を言ったわけやんか。俺らが住んでる。うん。あ、はいはいはい。では、実際俺が住んでるとこは、寺田が言った場所じゃない、ね、今は住んでるとこかな。あ、ほんまや。そうや。あ、ほんまや。すごい田舎やね。俺今すごい田舎におるから。そうやな。田舎はほんまやその、まあ、実際俺、明日休みの日で、授業もないんだけど、うん。まあ、今こんな時期やからあんま行かへんけど、うん、遊びに行きたいときも、もう全然どこも行かれへん。そらな、あんなとこ山奥やからな。そうは、ね、山奥やからそう。どこの山奥とは言わんけど。でももう、帰りたくても帰られへんもんな。いや、そうやね。今は雪がめっちゃ積もってな。そう。帰られへんもんな。いや、分かった。そうはね、うん。身長より高いんやろ雪。俺に話させろ。身長より高い雪だ。誰がそんな情報言うたお前。知らんぞ。もんでね。だから、うん、そういう日、どうしたらいいかな。オフとか。明日実際オフやねんけど。何したらいいかな。あ、何したらいいか。はいはいはい。そう。やることないん。洗濯すればいいんちゃう洗濯。いつもあれやろ、電動の洗濯機使ってんやろ。それじゃなくて、川行って、あれや。ジョリジョリするやつ。ジョリジョリするやつ。あれで時間かかっていくね。かわいい。そうめんどくさいよ。わざわざ。そんなしんどいことをして。で、川から桃がどんぶらこどんぶらこね。お、ええねえね。今日のちょっと部活の、まあまあ、ちょっと話じゃあしますわ。おう。部活っていうか、まあ自分の大学、部活はまあオフなんですけど、オフっていうかまあ停止してるんですけど、まあちょっと陸上部で、私。はい。え、そうやったで、そうやったんですよ。実は、初めて言うと。補助員やと思ってた。ずっと補助員って思ってた。何の補助員主に砂場。で、砂場。砂場系。で、指示を出すっていう。うん、喋らせてほしいな。ごめんごめん。喋らせてほしい。うん、喋っていいよ。そう、で、そうなんですよ。でもまあ、1月とか2月に試合出る人は、大学で練習してもいいっていうことになってるんで、うん、まあ自分もちょっと2月 の, 大会エントリーしまして、やから大学でちょっと今練習してるんですよ。うん、で、まあ今日、でも結構ブランク、そのタータンで走るのちょっとブランク空いてたんで、うん、で、今日結構まあセット走っていう、100メートルと150メートルと50メートルをまあ走ったんですけど、ちょっと間、まあ2分ぐらい上げて、う
まあ、そのメニューをして、うん、で、結構ね、久しぶりやったから、ちょっと足に負担来てたんですよ、多分。うん、最後50メートル走った時に、もう、あの、両足同時に釣りまして、で、まあ、バックストレートで、うん、あの、後ろの直線のとこで、うん、50行ってたんですけど、その時にもう、スタート切った瞬間、同時に左、じゃあ、両太もも、両ふくらはぎが釣りまして、で、まあ結構もう転げたわけですよ、一人で。で、あるあるやん、結構何人かいたんですけど、それはメインストレート、逆側の直線のとこにいて、で、やからこっちには誰もいなかったわけで、で、やから助け求めるにも誰もいないんですよ。で、結構、大げさに転げたから、多分、あいつちょっとやばいぞみたいなで気づいてくれるかなと思ったらもう誰も来ず誰も気づかず気づいてるけど後編だっただけメインで動いてる人はちょっとシャフト補強してて、うん、そうで一人で痛がって一人で足首ストレッチしてで一人で解決してとことこ元いたところに戻ってくるというちょっと虚しい経験をねしたんですよ。いやーまあでも、新年ね、ありましたね。2021年ですか？そうですね。うん、抱負、皆さん、今年、何でしょう？どんなことを頑張っていきたいでしょう？皆さん。うん、すいません。自分で言っといてあれなんですけど。はい、うん。何ですか？進行ってリーダーがするもんじゃないですか。そうですね。なんか、俺のチャンネル、俺の、お前、お前。いや、寺で話長かったからな。いや、もうそれはちょっとある。ちょっとそれはある。え、どこで終わるんかな、思ってて。ずっと。うん。まあ、確かに釣ったし。うん、両足釣ったって言って、そこで終わるんかな、思ったら、また続いて、虚しく帰りましたみたいなところまで行ってな。いつ終わんねんと思っててん、ずっと。いや、ちょっと虚しく帰ったところはな、もう分かってほしかったよ、ほんまに。一人で処理して。もうあれ、ほんまに誰に、誰も見てへんかったから、誰にも言えへんかったからな。まあまあまあ。まあ、抱負とか、皆さん、どうですか？うん、ね、抱負や抱負。抱負な。いや、やっぱリーダーが締めやなあかんからな。これは、抱負大きくしやなあかんからな。登録者数1000人やろ。あ、まあまあまあ、まあ。あ、そうやな、そうやな。登録者数を、今156やから、うん減らへんようにするわ。うん。大丈夫低いな。で、目標低いな。で、現状維持ってこと？たぶん、うん、そうそう、現状維持。たぶんこれな、156人、今156人やろ、うん、で、今乳首の毛の長さが1センチだから、たぶん比例してると思うねんな。うん。だから、来年1000人いったから、乳首の毛も10センチ伸びることになんね。うん。あ、そこ比例してんねん。うん、そこ比例してんねん。だから今年の目標は、200人ぐらいかな。あ、じゃあ200人伸ばしたら、うん。2センチ伸びてるわ、乳首の毛。いや、もっと伸ばすよ。どっちも目標が低い。乳首の毛もお前、登録者数も、目標が。じゃあ分かりました。収益化。おぉ。あ、ってことは。うん。1000人プラス、総再生時間が3000時間。おぉ。それはね、ちなみに今400時間。お、いいよ。400時間もいってる。え、ほんまや。あ、もう、あれか。例の。あれ、例のやつな。例のやつ。7秒ぐらいの動画稼いでくれてるのか。あれで多分300時間以上。あ、一応10万回再生ぐらいいってるからな、一応。もう、あれだけでもう、めっちゃ稼いでるからな。しかし、2000人。2000人？なんで、なんで。急に片言になったやん。2000人。2000人。ああ。いける。ちなだや今はまあ。2000人いけるやろ。急にどうした誰ですか2000人いけるやろ。あれこれ誰や誰ですかなんか。誰と思いますか誰と思いますか警察24時の犯人みたいなやつが入ってきちゃいます。そんなことないよ。いや、まんまや。絶対そうや。
麻薬やってるよ。絶対麻薬やってるやん、これ。警察24時で、あれやろ。麻薬バイヤーやん。ええねん、そんなやつええねん。そんなええねん、そんなええねん。何話したか忘れたし。自分で我に変えるなんて。だから、登録者数を2000人目指して、うん、で、収益化をさして、うん、その収益のお金で、このラジオの分とか、俺らが出てる動画のギャラを払ってもらう。ギャラとか発生する。これギャラ発生するよ、ギャラ。それギャラ発生させるぞ。何や、何や、また。誰だ何言ってんのギャラ発生するよね。ギャラ発生する。抜けたのかな、この会話。タハが歌って、うん、締めようか。シャイニングスター。そうしよう。シャイニングスターな。それか、それか。おう、そう、うん。どんな歌かちょっとあんま覚えへんねんな、ほんまに。歌詞わからんし、あの歌、マジで。ああ。俺もあんま思い出せへんから。オッケーオッケー。たぶんま。じゃあ、俺から。おう。じゃん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 。じゃん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 ぐだぐだやだだだだんシャイニングスター続いた夢に描く幻が手のひらに海の方あんたでかいえさてはんでれんだはらへんどられれらららられれのららららにぬれた貸しちゃうやんもうそれということで第1回終了でよろしいでしょうか。はい、じゃあまた次回あるかわからんけど、なんか質問を集めときや。あ、そうやな、質問集めとこ。質問が集まればやろう、うん、じゃあそうしようか。質問とかあの、うん、アドバイスとか、あいろいろコメント、何でもコメント、そうもう何でもコメントしてください。それが一番いいと思います。ああ何でもコメント待ってるんで早く待ってコメントしてください。